さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。人間界の決闘というものを見せてもらおうか。さあここでチャージを一つ、隙をついてうまくチャージする。あー対空ミ、ダッシュ見てたんだけどな。壁に押し込んでいく。なんとかして触りにしたいが、やばい、ゲームは絶妙。ここはどうでもない。さあ扉きっちりガードで対応、アセラスどっしり構えている。石を使ったコンボミット。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。ここからが本番、酔いレベルが4に。高い差はある。決着だった。キャミはもう対空見ないといけないからな。いかがでしょうか。全く素晴らしいね。見事に決めていった。さあ次のラウンドも見ていきましょう。勇者何を狙ってどう動くか。いやこのラウンドはどうなるんだろう。手足を伸ばすかドライブラッシュで前に出る。さあここだ、ドライブラッシュ、攻めのドライブラッシュ。上はしっかり見えている。いやすごいな。ここで飛んでいる。前に出る。補正ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。ダッシュ、地上の間合い線は技の距離とジャンプを受け取る。あーくそー、プレイヤーにバーンしている。まだ開く。よし、いやーもう昇竜めっちゃ見てんだけどな。あほう、最ラウンド全てを出し切ることはできるか。一進一退、すごく良い試合をしている。ここで反撃、やっぱりやるではないか。この剣を先に手にするのはどちらか。これは危険な香りが出るな。いざプレイヤー2、エンデゲージ有利、吸っていく。次はどうする。あぶねえ、あぶねえっす。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。ドライブラッシュにゲージを回していく。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。頑張っていってもらいたいよね。壁を背負わせて、もう逃げられないぞと言ったところ、ここからが大事だな。わお、ドット単位の見切りができるか。投げの選択肢を見せていく、うん、さあドライブゲージに差がある状況。このままゲージを削り切る選択肢も見えてきたか。対空はしっかり出ている。落ち着いて相手の動きは見えている。あー今のは素晴らしいね。酔いレベルが4の今、スーパーアーツを使っていくわ。そうか、今は体力とエッセーゲージともに5個にゲージを使って、これ先ほんだから行ったっしょ。行かねんかい。さあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。入れてプレッシャーをかけつつも OK。 さすがに行かねえか、駆け込んだからからだったな。これを止めるのは難しそうですね。目の覚めるような戦いだ。一心同体になっている。あっくんねー、超級隊対空きっちり。いざこの調子だ。ドライブラッシュで前に出る。中央で意地がぶつかり合う。
じいじいとしたマーゼ、先に仕掛けるのはどちらか。足元を狙っているか。てめえのドライブラッシュ、いざこの調子だ。さあ熱唱マシンで強化。プレイヤー2、状況は悪くない。ヤマト投げを使え。届かないか。わずかな水が命取りになる状況。どこを見る。使ってくれた。オッケーオッケー。まあまあこれはいい。倒しきり見えている。ここでフィニッシュ。やるではないか。よし、そうしよう。いやー、息が詰まるラウンドでした。次が肝心だ。気を引き締めていくのだ。ここで投げに来る。綺麗に投げていったね。互いの制空権が触れ合い続ける。時間はまだたっぷりある。これは危険な香り。飛びを落とす。いざ。マジでうまく投げが飛んだ。素晴らしい投げだ。あー、我慢できなかったか。あーし、ショッキョッキー。いやー、やっぱ1300キルとめちゃくちゃやってくる人多いな。なんか印象的に。我が輩を楽しませてくれ。飛びをガードして。さあ、まずは飛びを腕の構成。さあドライブラッシュで攻めを継続していく。さあ試合の序盤どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。さあここでチャージを一つ。ここはドライブパリーを成功。ダイムパンチよかった。プレイヤー2若干体力リード。待ち構えた強い状況ではあるね。プレイヤー2ここでドライブゲージを使い切ってしまった。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。さあ逃げ場はなくなった。さあもっとやり合うのだ。ジャンプ攻撃は警戒していた。ここで大きなダメージチャンスが訪れる。危ないぞ、気をつけろ。溜まってね。もっと我が輩を楽しませるのだ。やべ、死んだ。マジかよ。い, 決着だった。いやもうリーサレミスった今。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかると。インパクト。先ほどは圧巻の近距離戦を見せつけたラウンド。このまま重圧で押し潰してしまうのか。うん。でプレッシャーをかけつつも。いやー調子投げ。次はどう出る。一気に畳みかけたいところ。中足が刺さる。ウッドドライブして攻め継続を選択か。ドライブゲージの差どうか。これもっともっと争うかよ。反撃はガードして。さあ画面端攻めは続く。継続している。いや重なってねえんすか。まだまだこれからだ。いやー悲しみそれ。そういうことだ。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。二人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。ファーストラウンドが始まる。戦いの火蓋が切って落とされる。非常に興味深い試合見届けさせてもらうぞ。いやー意識のアンテナは目にも張られていた。いやー見事面白く決まったね。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。バーンアウトした。ちょっと危ないなこれは。よしいいね、とどめまでしっかり。実力差が感じられたようにも見えましたが、ここからどうするかですね。これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐味。まだ終わりだ。
中足マジ長えな。ドライブレージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。どうしたこの距離で打ってきた。だから全然いい。ウーハの嵐、雑対ウーハさん、ゲージを一気に使っていく。攻めのドライブラッシュ、給水客を選択、余裕をチャージ、ウーハのチャージを受け、どこからでも仕掛けられる。大発祥から繋いできた、あと小間投げ、追撃が入る。うわー、撃つんかー。どちらが先にドライブす、上は絶対に高い。いざ、このチャンスは。ここでゲージを使っていく。頑張れ、やるではないか。倒しにゲージでいる。ここでフィニッシュ。見事、両者かなり動けていた試合、よく見ましたか。素晴らしい戦いであった。見事だ。次はどんな試合が入ったのか、どんなドラマが生まれるのか。対戦とは互いがまだ血に逃げているようだな。いやーマジか。プレイヤー1、ここでドライブレージを使い切ってしまった。プレイヤー2、相手を壁に押し付けろ。ここからが大事だな。このスーパーチャージは、ね、ここから流れは変わるか。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、おお、いいね。OK、 良い決着だった。1本取っていく。さあこれはどう見ますか。ヒッチ迫るその戦いぶり、見事だ。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。何を狙ってどう動くか、頑張っていってもらいたいよね。さあ、そしてプレッシャーをかけつつも、プレイヤー1、ゲージの有利状況をうまく使うか。インパクト、ここはどう出るか。プレイヤー1、画面発想のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。ここでバウンド、試合が動くぞ。プレイヤー2、ドライブゲージがない、かなりきつい状況となった。次はどう出る。ここでスタンしてしまった。ここまで何か、ここで遠征、試合を動かしに行く。あっぱれ、やるではないか。決まった。こうなってはこれでジェイミーの手のひらの上、絶対解放。追いつけられてしまった。ハマスだよね。遠征発動しているが、おっと、この逆境バーンアウト、まず倒しきれ。そこはまあ話すよな。両者かなり動けていたぞ。よく見ましたか。2人ともご苦労であった、ま、ドワンギー。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦。まあでも1300以下のところでやってる方が楽しいって楽しいな。うおー、ラインを押し戻して画面中央へ。どう試合を作っていくか、重要な試合。さあ、張り切っていってもらいたいね。さあ、差し合いの距離、ホット単位の見切りができるか。プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。相手のドライブゲージ、いやー、めっちゃ回してるわ。どう奪えるか。届いた。勝負あったな。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。何ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。今後の展開にも期待していきましょう。序盤の主導権はどちらが握るか。いやー、このラウンドはどうなるんだ。 DCK でコンボを伸ばす。もっと我が輩を楽しませるのだ。壁に追い詰めた、チャンスになる。さあ、ここ、うわー、ドライブゲージの差はある。ジージーとした回線、先に仕掛けるのはどちらか。
この時間が後々意味を持つ。ここは攻めたいところ。ドライダッシュで前に出る。めっちゃ回してんな。わあ、やりに来た。そういう感じ、そういうタイプか。スポーツでおじさんなんかな。知ってるよな、おじさんならいろいろ。わあ、いやバカ、もうこういうミスやめてくれ。うわー、それダメ。あぶねー、めっちゃ回してる。とどめまでしっかり。さあ、今の犠牲いかがでしたか。そうというのはこういうのを言うんだな。意識の外でチャージ成功。ドライラッシュで前に出る。危険な画面端から脱出成功。もっと我が輩を楽しませるのだ。さあ、ここだ。さあ、ここからは差し合いの領域となる。対空出ない。選択、余裕をチャージ。捕まえて投げ飛ばす。見事な投げだね。ここからが本番。余裕レベルが4に。ウスウスバーッとしている。まだ選べるな。さあ、ここから壁に追いつけたチャンスになる。さあ、ここからだ。対空ゲージを回す。使っていく。詐欺飛び怖いけどな、残儀相手に。見事だ。劣勢で倒して、なんか微妙なとこしっかり決めて、KO まで。お見事。いいね、とどめまでしっかり。ダッシュ。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分な様子。再戦とは、互いがまだ血に飢えているようだ。さあ、ここでチャージを一つ。まだまだ十分時間もある。どうやって試合を作っていくか。グラップできない。張り切って言ってもらいたいね。スカ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 踏み込むか。自分の駆け引きの間合い。ロイレベルが4の今、縛るものは何もない状況。ここは間合いを渡り合う。攻めるタイミング。あー、ごめんごめんごめん、やっちゃった。読み勝っていく。大きな回復の後はドライブゲージが希望となるか。危険な状況になっている。いやいいね、とどめまでしっかり。一本取っていく。さあ、これはどう見ますか。危機迫るその戦いぶり、見事だ。そうなんですよね。次が始まります。中押し。いやぁ、少しどちらがいいか。いやー、このラウンドはどうなるんだろう。中押しがサッとドライダッシュで前に出る。捕まえて投げ飛ばす。いや、すごいな。さあ、良いレベルは4。どう仕掛ける。攻めのドライブラッシュ。この飛びはガッジャンプを見せや通す。大きなダメージになるか。いや、どうだ。ラッシュするか。ここで SA ゲージがマックス。よし、火力を上げ。あっぱれ、やるではないか。あぶねえ、やると思った。なんかさあ、次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。最後まで諦めるな。ここで押し込みに行く。いやあ、前ラウンド両者はまた危険な距離を好むのか。え、今なんて言ったの。キッチンに落として。見事だ。中足からの両者ゲージが欲しい。どうする。やばいやばいやばい。勝負は関係ない。いい感じだ。もっともっと争うがいい。そしてここからが勝負。いや、すごいな。おっと、
中断、しかしさせない。いやー、よくガードした。天使でした。ここで勝負をかけるか。よっしゃー、酒4の力。あぶねー、タゲコンからでも死んでくれた。酒4からだと。やっぱ酒4なんすわ。あんま慣れないけど。